大変長らくお待たせいたしました。ファーム交流戦、北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス第2回戦、両チームのスターティングメンバー並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻、福岡ソフトバンクホークス、1番セカンド伊藤、1番セカンド伊藤、背番号128、2番ライト荒木、2番ライト荒木、背番号136、3番指名打者バリリス、3番指名打者バリリス、背番号3、4番サードリチャード、4番サードリチャード、背番号52、5番ファーストクロセ、5番ファーストクロセ、背番号126、6番センター笹川、6番センター笹川、背番号44、7番レフト増田、7番レフト増田、背番号33、8番キャッチャー石塚、8番キャッチャー石塚、背番号121、9番ショート8連、9番ショート8連、背番号130。ホークス先発ピッチャー奥村、ピッチャー奥村、背番号61。高校北海道日本ハムファイターズ、1番センター万波中正、背番号66、2番セカンド渡辺亮、背番号23、3番サード坂口宇佳、背番号44、4番ファースト早水隆則、背番号122、5番ショート中島拓也、背番号9、6番キャッチャー清水雄志、背番号10、7番指名打者高濱優斗、背番号31、8番レフト樋口龍之介、背番号112、9番ライト片岡翔斗、背番号67、
イターズ先発ピッチャー池田貴英背番号52。本日の試合のアンパイアは球審長川、塁審は一塁山口、三塁松本、以上三審判でございます。なお公式記録員は審でございます。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。お客様にお知らせいたします。本日の試合が9回を終了して同点の場合でも延長戦は行わず9回打ち切りとさせていただきます。あらかじめご了承ください。